はい、皆さんこんにちは。 Xiaomi Mi 11 Lite 5G 夜間撮影をしてきましたので紹介します。まずは歩き動画 4K30fps になります。30fps ですので、モーションブラー、こちらが発生するのは仕方がないと思います。では次は 1080p60fps の動画になります。 1080p60fps は手ブレ補正が効きますが、夜間ではどのように映るのか確認をしていきます。60fps ですので、モーションブラーの発生はありません。また明るさに関しても実際の見た目に近い感じがします。ですがご覧のようにかなりカクカクと表現がなっています。昼間の撮影でも 60fps たまにカクつくことがあったんですが、夜間撮影ではその傾向が顕著になってしまいます。やはりまだ 60fps の電子手ブレ補正の処理能力に関してはもう少し改善が必要だと感じました。次は 1080p30fps の歩き動画になります。解像度と fps 的にはこちらのモードが一番明るく表現できています。モーションブラの方は残ってしまいますが、普通に撮影する分には撮影時間の制限もありませんので、こちらが良いと思います。次はビデオ撮影時に選択できる AI カメラ、 1080p30fps で AI カメラの方が設定できます。こちらの方を少し確認をしてみました。はじめは 1080p30fps AI カメラオフの時の動画撮影になります。次は AI カメラオンにした状態で撮影をしてみます。 AI カメラをオンにした時に昼間の撮影では分からなかった症状が分かりました。まず空が青く表現されました。そしてコントラストが上がった状態になることが分かりました。それでは撮影結果をご覧ください。では AI カメラのオンとオフ状態、この時を比較して見てみたいと思います。空が青く表現して、また明るい場所は少しコントラストを高めにして見やすくなっています。今回は清水寺で試しましたが、使うシーンと考えられますのは街中のネオン看板が多いところではないかと思います。AI カメラをオンにすると少し明るさを抑えてコントラストを上げて、ネオン看板の中の文字、こちらも見やすくなるかと思いました。次は静止画の撮影をしていきます。 AI 表示は月マーク、ナイトモードになっています。まずはそのまま1枚、次は八坂路灯を AEAF ブロック、こちらに状態にして撮影をしてみました。ロック状態にすると周りの色を取り込んだのか少し黄色めの撮影となりました。それでは見比べてみます。どうでしょう、この状態ですとロックなしの通常状態で撮影した方が私的には好みとなっています。次は夜景モードに切り替えて撮影をしています。
こちらの夜景モードも同じくそのまま撮影と AF のロック、こちらの状態での2枚を撮影しました。まず最初はそのまま向けた状態で撮影をしました。右側の街灯の光が抑えられて中の格子状まで見えるようになりました。それでは次は八坂の塔をロックして撮影をしてみます。こちらも写真撮影と同じくオレンジ色を増した状態での撮影となりました。それでは見比べてみます。どうでしょう、夜景撮影に関してもそのまま向けて AI が判断した状態で撮影した方が良いと思います。では拡大して見てみます。見比べてみますと、一般的な撮影ではそのまま向けた状態でカメラが AI が判断した状態で撮影するのがベストだと思います。先ほどの場所は少し明るいので3年坂下の一棟だけの街灯、こちらを撮影してみました。こちらでの撮影ですと夜景撮影、十分威力を発揮する撮影となっています。次のシーンですが、同じところを写真で、しかも AEAF ロックで撮影したシーンになります。こちらの撮影で少しエラーが出ました。撮影した時の結果、プレビュー画面は綺麗に映ってる状態で見えますが、戻ってデータの方を確認しますと真っ暗な写真になっていました。この日の撮影では計5枚同じく AEAF を固定して撮影したのがバグが発生した状態で撮影されていましたので、撮影する時は注意した方が良いと思います。次は64メガセンサー、こちらの苦手なシーンを紹介します。建物に設置してある照明看板、こちらを撮影しています。こちらの照明には文字と模様が表示されています。こちらを写したくて一生懸命 AEAF ロックをしながら調整をして撮影をしていますが、なかなかうまく撮れません。ではどのような形で写したかったかと思いますと、同じ日に持っていきました POCO F3、こちらの48メガピクセルですとこのようにうまく映りますが、 Mi 11 Lite 5G の64メガピクセルだとなかなか映すことができませんでした。先ほどは苦手なところを紹介しましたが、今回は得意なところを紹介します。こちら照明のないお寺に続く参道を撮影してみました。本当に真っ暗なところなんですが、カメラのフォーカス性能が非常に優秀となっています。 POCO F3 ではフォーカス棒を合うことができませんでしたが、 Mi 11 Lite 5G の64メガピクセルセンサーですと容易にフォーカスが合わすことができます。そして撮影した結果はこちらになります。夜景撮影モード、また写真撮影モードでも同じように効きます。またこのような暗い場面では夜景モードに切り替えて撮影する必要はありません。そのまま写真モードの AI、 こちらに任せておけば夜景と同じぐらい綺麗に撮影することができます。 Mi 11 Lite 5G、 今回は夜間撮影を紹介させていただきました。途中でもありましたように、今回 POCO F3 と一緒に持って撮影をしています。次回以降 POCO F3 の48メガピクセルと Mi 11 Lite 5G の64メガピクセル、こちらのカメラ比較も紹介したいと思います。今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。